ては効果的になってくるかもしれないですね。そうですね、秋田ワンサイドで密集する分岡山からすると長いボールはチャンス。さあ抜けた、竹がいった、竹のシュート、一瞬の隙決めました。長めでしたけども振り抜きましたね。右サイドからもね、沖野選手はね走っていたと思うんですけどもね。あ、出た、原川です。原川乾、乾、うん、ラストパスシュート、原川、乾から原川、攻撃態勢、ホーム初勝利へ。いや、ここですよね、はい、中盤でのこのボール争いですよね。ここを奪ってからの原川選手、この外に散らしながら、まあ、乾選手がここ仕掛けたことによって相手が引きつけられて、原川選手裏へ抜け出しからのシュート、見事でしたよね。乾が一仕事しましたね、はい、相手を引きつける、まあ、中にね少しカットイン、ここは旗手が持っていて、マイナスのボール、これ脇坂だ、脇坂打たずに立花だ、山根、さあここは家永キープをしながら、ここからのクロス、知念だ、フラッグは上がらない、ゴールイン、土壇場、ブロックしてからもうこの自分の形になるまで、まあ、さすがですし、まあ、最終ラインももう上げれなかったですよね、はい、1枚だけですから残ってたのね。まあ、そのギャップをついてうまく知念が遠いサイドに逃げて、まあ、家永のキックの質が素晴らしいですけど、使おうと思ってこういったことをしているかどうかですね。ねえ、で逆にうまく囲い込んで取りました、東京アダユートン、横レアンドロ、東が来ます、その後ろアダユートン、アダユートンの左足、先制東京。まあそのままやっぱり一つ目のコントロール入っていった時に、まあうまくこうカーブしながらボールは滑ってると思うんですけど、まあ左足でもこういったボールは蹴れるっていうのはいいですね。いつもと違う、ちょっとアグレッシブに前からインテンシティを持って守備をしてくるんじゃないだろうかと予想をしてました。一気に長いボールで田川が裏を取りました、決定機、いきなり先制、ネットを揺らしました。チームともちょっと様子を見ながらという立ち上がりがあると思いますけれども、この田川のですね出ていくタイミングも良かったですし、ちょっと裏にしてみるとですね、センターバックの岩波が頭を越されて、そこに対してちょっと酒井が準備ができてなかった、そこのところですね、しっかり田川がですねいいタイミングで抜け出して、オフサイドギリギリからですね酒井の前に入って、まあ、コントロールも悪くなかったですよね。で利き足の左から今度は荻原、宇高が左に開いている、宇高どうするか、仕掛けたエリアの中、荻原が呼んでいる、荻原のシュート決まった、先制点は京都。宇田中間スペースに入ってきてのダイレクトシュート、完全に狙い切ったコースではなかったでしょうけれども、よくミートしましたし、枠を捉えたことによって見事な先制ゴールを奪ったと言えていいでしょうね。はい、期待としてありますが、食いついてくる相手をよく見ています。中央空いた、柴田上げてきて中央、谷口落とした、ロブラック決まりました、アディショナルタイムに入った、90分過ぎた、ロブラック、ちょっと鳥肌立ちましたね。まずはいいところ縦パスが入って、柴田この浮かした瞬間に少し時間止まりましたね。で甲府の選手たちもしっかりボールは目で追ってるんですけども、少しボールウォッチャーになったところ、のチョイスミスだったりトラップがねちょっとずれたりっていうところで、うん、あチャンスですね。エジガルから澤田、澤田は中にカットインか、パスを渡して加藤勝のクロスにゴール前上中が待っています。ここから狙っていった、桑崎優也で、ね、しっかりミートを心がけて、まあ、ドライブも川田が蹴るのか、真渡りだ、直接決めてきた真渡り、
竹志恵が見ようとして壁を割った隙間、そこから巻いて逃げるようなボールじゃないですか。うわ、宮城天こぼれ球、家永、山根、宮城打った、強烈、94分ひっくり返したフロント、この後ですよね、ちょっと寄せきれなかったですよね。うわ、すごいシュートですね。触れましたか、近い方のサイド行ったんですかね。背中取ってったんですね、今ね、三沢の背中で。ちょっと沖としては見えなかったのかもしれませんね、はい。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification